ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんを迎えてお送りします。新藤さん、よろしくお願いします。どうも、こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ヴィッセル神戸対ガンバ大阪、これが本日の対戦カードです。縦縞のユニフォームがピッチに姿を現します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはヴィッセル神戸、ムノボ、三浦、ダニエル、吉村、松尾、望月、サントス、鈴木、シジクレイ、土屋、掛川。続いてガンバ大阪、都筑、宮本、山口聡、洗場、柳本、稲本、木場、遠藤、リタウ、小島、ミーノブーロ。さあ、前半戦が始まります。画面に向かって右にエンドを取ったガンバ大阪、反対側左にエンドを取ったヴィッセル神戸。ハートストを狙った、しかしこれは決まらず、さあどちらがボールを支配するのか。これは気をつけないと。ここで折り返す、シュート、続き、ドリブルで上がる、ムノ、ヘディングシュート、これはゴールキック。ゴールマウスに嫌われた。これはピンチ、ファーサイド、三浦、ヘッドで合わせた。ドリブルで上がる、右へサイドチェンジ、ナイスファイト。スペースを埋めないと、前半残り5分です。スローインです。洗い場、ガンガンプレスを張ります。折り返した、前半戦終了です。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0、両チーム無得点。さて新藤さん、ここまでの試合、後半戦キックオフ、クロス、ハイボールを競り合う、吉村、フリーにさせてはいけない、土屋、インターセプトを狙う。後半15分、ワンツー、センタリング、よくしのいだ。さあチャンス到来、小島、掛川、後半35分をすでに過ぎました。柳本、スローイン、オフサイドの網にはかからない。松尾、吉村、折り返す、ここで両者無得点のまま試合終了です。ヴィッセル神戸、終わってみれば無得点、引き分けです。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしい。